経年トークス始まりました。 OK です。今日ちょっと雰囲気違いますね。はい、はい、今日どこですか？立教大学の、はい、僕のゼミです。はい、ゼミ中ですね。向こう側に20人ぐらい、はい、こんにちは。こんにちは。すごいな。大学2年生です。はい、20歳ぐらいですね。顔出ししたい、顔出ししてもいい人いるんですか？出たいっていう人いますか？結構見てますよ、みんな。ね、思い出になりますよ、ね、自分あと20年後に、ああ私こんなところの番組で出たなみたいなのはありますよ、本当に。神田さんの娘さんっておいくつでしたっけ？はい、今29ですね。ああ、じゃ あ、まあ9歳違う。あ、そうですね、そうです、ね。ちなみに奥さんは今、はい、29ですね。娘さんと同じ年齢で結婚したんです。はい、はい、僕今新婚なんですよ。今6ヶ月なんです。2回目なんですけどね。すごいよね、娘と同じ。だからなんかこっちの男子がなんかちょっといいんじゃない、なんかね、そういう人生いいんじゃないかな、いいんじゃないかなみたいな。多分今から言うと3歳ぐらいの。やばいやばい。そんなことない、22だからまだ生まれていない人だ。やばいっすね。そうですね。いやでも神田さんの生き方すごい。いやもうその前の彼女はだって娘より下で皆さんと同じぐらいかもしれないですね。僕からその前の彼女はね、神田さんロリコンなんだよね。ロリコンじゃないんですよ。10代はさすがにごめんなさいなんですね。あ、そうなんですね。まあ、ちょっとここ大学なんで、すいません、あのさっきこの方はあの大学生を前にじゃんけんの話を一生懸命あのしてて終わりましたけど、はい、あのセキュリティの、ね、はい、問題が大変週末から話題になっていて、はい、まあ、全世界でやられちゃったということはやっぱり触れざるを得ないの で、ね、まあ、メディアにも関係ある。ここは立教大学のメディア社会学科というところですので、はい、やっとこうと思うんですが、はい、うん、あれっていうのは概要としてはちょっともう一度振り返って、はい、はい、ワナクライって言われる、はい、まあ、ウイルスっていうかランサムウェアなんですね。でランサムっていうのは人質のマルウェア、人質のマルウェアで合わせてランサムウェアという言葉になってるんですけども、要するにウイルスで乗っ取って身代金を要求して身代金を払えば、暗号化されたファイルが元に戻りますよっていう脅迫ソフト。あれいくらで？ビットコインで払え、ビットコインで、ビットコインで300ドルから受け付けますみたいな。あ、300ドルのビットコインを買って、やるとすぐその場で動くようになるんですね。うん、そう、なるほどね。でなんか今日の、あの報道だと、はい、そのお金が、はい、あのなんだっけ、うん、北朝鮮に流れてますとか、ね、そうですね、おい本当かよみたいな話がありますけどね、いや誰が本当はやってるのか分かんない、もしかするとマイクロソフトがやってるんじゃないみたいな話も出てくるでしょうし、そのビットコインを買ってる人がやってるんじゃないみたいな。マイクロソフトがやるモチベーションっていうのはマイクロソフトがやってるかどうか分かんないですよ。やってる可能性があるっていう、ね、やってでもおかしくないかな説もあるわけです。要するにあれですよね、 Windows7 なんか使ってる人が、はい、Windows10 にアップグレードする、10にすれば問題ないですから、マイクロソフトとしては普及してくれればくれるほど7とか昔の OS を使ってる人が10に上げてくれる可能性があると売り上げがバーンと跳ね上がるわけですよね。そしてそれとかあとはウイルスソフトの最新版を持ってない人がかかる可能性がすると、ウイルスソフトを作ってる人がウイルス作っててもおかしくないですね。作れる人いっぱいいますから、社内に、社内にとか、うん、それはありますよね、うん、それなんかあの一生懸命考えるの好きじゃないですか。大好きです。だからブログでね、はい、そのマイクロソフトはやる可能性あるし、はい、シマンテックもやる可能性あるし、はい、トレンドマイクロがやる、まあ、北朝鮮もやる可能性あるし、やる可能性、なんかそういうのこう、ね、そうですね、論理的に書いたら勉強になるかもしれないですね。はい、そうですね。もっと言うならばあれですね、アメリカの NSA、うん、のところが、もともと去年ですかね、うん、去年の8月ぐらいに、Windows の、あ違う、それはシスコのルーターの、うん、あのセキュリティホールを見つけて、ああ、個人の情報を傍受してたんですよね、うん、ナショナルセキュリティエージェンシーっていう NSA って、うん、最初は FBI と CIA は認めてたんですけど、 NSA の存在って実はなかったんです、うん、でもう明らかになって、そこ何してるかというと、スノーデンっていう人聞いたことありますか？スノー、エドワード・スノーデンさん、うん、元 CIA の職員で NSA の職員の人だ。でその人が
アメリカの個人の情報を全部 NSA が持ってるっていうことを暴露しちゃったもんで、今もうロシアに逃げ込んでアメリカに出ていけない状態で、でも NSA がやってることを全部暴露しちゃった。スノーデンっていう映画があるんでぜひ見てください。あ、結構面白かった。面白いですね、スノーデン。でそのスノーデンっていう映画の中ですごいワンシーンがすごいんですけども、NSA の職員ではなくてデルっていう会社の職員になって、横田基地に、日本の横田基地に配属されてウイルスを作ってたんです。どんなウイルスかというと、公共インフラにウイルスを仕込ませて、日本がアメリカの同盟国で亡くなった時に公共インフラをシャットダウンするためのウイルスを入れてるシーンがあるんです。あれは僕はそう、なんか今思い出しても身の毛がよだつんですけども、なんかそのウイルスを発生すると日本の電気、日本の世界の地図から日本の電気がパパパパパパって消えてくるんです。これもう本当にその原子力とか あの発電問題とか以上のことが起きてる。もうそのウイルスを発動させるだけで信号ストップ、病院ストップ、全部混乱に、公共インフラがもう本当にその横田基地から入れられたウイルスによってランサムウェアと同じことができるわけですね。でそれが去年は NSA がハッキングされて、ランサムウェアが公開されて、オークションにもかけられて、もう売れなかったので安く売られたのが今のワナクライっていう今回のやつになってる。だからそれはすごい、 NSA が作ったソフトがこうやってみんなが苦しい世界中で大事。それって結局本当なんだ。本当かどうかってあれまだ確証がない。文脈的にはそうなんです。本当らしいって言われてる、エビデンスは結構取れてる。あ、そう。じゃあそれって結構まずい話ですね。まずい話です。だからその文脈で考えると、スノーデンの話が本当であれば、日本の公共インフラのウイルスも今と同じ、グループたちが握ってら、日本のインフラパチッてやった瞬間、公共インフラ、銀行から全てストップすることも不可能ではない。この教室、Wi-Fi 飛んでて、あれシスコなんですけど。ああ、そうですね。シスコなんていうのはアメリカの会社だから、そのバックドアね、はい、さっきのスノーデンの映画のあれじゃないですけど、はい、バックドア仕掛けられてたら、はい、まあ、全部ほとんどシスコでしょ今世の中。そうですね、全部やられちゃうし、はい、ルーターだから、はい、例えばこれ僕某レノボですけど、はい、これなんかね過去にバックドア仕掛けられてた実績もありますから ね、もっと言うならば、もうすぐ「ヘイシリ」とか「OK グーグル」「OK グーグル」あ、来ないな。まあなんですけども、傍受してますからね、要するに OK Google で返事できるということは全て傍受できてる。待機して、でも待機してるふりをしてるけれども、待機してないかも分かんないです、実は。だからスノーデンの映画で全部ここにテープを貼ったりとか、携帯電話が来たら、帰ってきたら、ね、全部電子レンジの中に。そうそう、あれ本当なんですか、電子レンジに携帯入れれば、はい、GPS 防げるんですか。いや、僕やってみたんですけども。やったの。やりました。そうです、やりました。やりました。電話したらちゃんとウリーって鳴ってるから、ちょっとチェックじゃんみたいな。外からかけたら鳴ってるしみたいな。でも当時のガラケーだったらそういけてるって傍受されなかったかもしれない。あ、そうなんですか。要するに今のスマートフォンは帯域が 2.4G とかのやつとか、はいはいはい、A とか動いてるから、はい、別帯域なんで800だと大丈夫だったかもしれない、ね、あ、そうなんですね、じゃああれ本当かもしれないと。なんかそういうのとかもすごい、その映画面白いんで見てください。本当にスノーデンね、スノーデン、メディア論的にも面白いですね、はい、あれは。あとはまあその国防論的な話にもなるんですけども、まあそのね、国防論で何ですか、フリーメイソンがどうのこうのって、まあまあそういう好きな人たちは置いといたとしても、 IT の方から見ていく側面としても、可能性は NSA がその存在を、スノーデンの存在を認めた時点で、彼の言ってる証言が、彼は全然 NSA の人じゃないですよって言えばいいんですけど、下っ端ですって言って、下っ端が言ってることですって、に切り替わってきて、最初は否定してたんですからね。その辺がなるところで、スノーデンのオリバーストーンは脚色することなく、スノーデンの言ってることを映像化していった。なるほどね。淡々と映像化していったっていう、まあ日本でやったことも、まあスノーデンが言う限りは事実だ、公共インフラに仕掛けたっていう。いや、
ね、もうそういう時代ですね。それで言うとね、東京オリンピックに向けて、はい、着々となんていうんですかね、うん、この世の中にカメラがね、はい、なんていうんでしたっけ、防犯カメラ、防犯カメラ言ってますよね。ものすごい今画像が良くて安くて、はい、でなんかこう僕ね、あれちょっとマスコミもどうなのかと思うんですけども、はい、まあ僕なんかの気持ちからすれば、うん、あんまりこう監視されたくないと、うんね、うん、あみんなもそうかもしれないけど思いますよね。だから今のテロ順のね、うん、話なんかも今日あたり今日可決しませんでしたけど、うん、通りませんテロ順も、テロ順ってテロなど防止なんか、うん、ああはいはいはい、あまあ多分通るでしょうね、はい、今回で今日通りますね。今日通んなかったの、あ通んなかったんですか、今日通んなかったの、いいよかった、いやでもね、また多分 こ,、はい、この国会中に通ります、今日通んなかったんですか、通んなかった、開かなかった、委員会に、ああそうですか、あそれはそれ で, でまあそれも嫌だなと思うんだけども、一方でなんかテロみたいのがいるとね、怖いから一定程度見張っててくれよ、うん、だから結構自治体とかのなんか人間としてはね、うん、うちはまあある中央区ですけど、うん、はい、いやもっとね、うん、カメラつけてくんないと子供がね怖いからつけてくれってなっちゃいますよね、うん、でこれって難しくて、だからああいう、まあ、我々社会学ではね、うん、それ文化装置って言いますけど、オリンピックみたいのも経済的関係観点じゃなくて、うん、文化装置からするとね、うん、権力側からすればあれやって、うん、カメラいっぱいつけちゃえと、はい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 、いうようなことってね、うん、あり得るかなと思うんですね、うん、それ僕はちょっとね違う、違うというか気にしてるのは、マスメディアが例えば皆さんワイドショーなんかあんまり見てらっしゃらないかもわかんないですけど、シャゲ&アスカのアスカさんが疑惑があった時に、タクシーに乗っている時のアスカさんの映像がテレビに流れたわけです。タクシー会社が出しちゃったんですね、はい、ドライブレコーダーはその被疑者っていうか、まだ被疑者にも何もなってない疑いで追っかけられてる人なのに、アスカさんだと分かる映像が、タクシーの映像がテレビに流れちゃってて、うん、そこで喋ってることが全部メディアに乗っかっちゃったわけですよね、うん、あれって今何の罪にもかかってないかったら、あれアスカさん訴訟するべきなんですよ。あれ訴訟すべきでしょうね、うんうん、それはプライバシーを侵害、もうとんでもないプライバシー侵害なんですよ。だってね、みんなが彼女とね乗ってましたと、はい、で疑わしいからっつって、なんか怪しいからって言って、はい、ちょっと有名人だから公の人だからいいでしょ、タクシー会社がね映像を民放に提供しちゃったら、はい、困っちゃいますよね、はい、あれ私あの人の彼女のはずだとかになったら大変なこと、それプライバシーの侵害ですもんね。それもあるし、あとはメガネ王というところのメガネのところで犯人らしき人の映像がウェブに載って、今出頭しないとここのぼかし外すぞっていう事件があった、事件っていうかあったわけですね、うん、あれもそういう意味では警察が取り合ってくれないから、自分がブログに上げて名乗り出てくれないと顔を出すぞっていうふうに脅迫してるわけですね、うん、確かに盗んでるように見えるけども、現行犯逮捕かなんかに近いんだけれども、顔も見えてるし、でも警察はそれで動いてくれなかったから自分のところで自己制裁みたいな形になるんですけど、これは多分メディア力をメディアがやる以外に自分のブログですらそれがなって、ただ自分のブログだったらそこまで拡散しなかったんだけども、これをニュースが配信し始めたからメディア力を持って拡散し始めたわけです。あれがそうですね、マスコミュニケーションですね、はい、あれがもしも無実の人だったらとんでもないことだ。そうですね、だから推定無罪で考えないとダメなのに、なんか推定有罪になってきて、そうそうそう、誰もが勝手に犯罪者扱いされる可能性、例えば電車の地下鉄でとか JR で痴漢呼ばわりされて、なんで線路に降りてまで走るって逃げるか、あれ捕まっちゃったらもうすごいことになっちゃうから、そこまでして逃げるみたいなことになってるわけですよね、うん、それも防止法と似てるんですけども、そうですね、慶応大学、今慶応にいるのかな、キム先生、ジョン・キム先生っていう、ね、はい、人が逆パノプティコン社会の到来っていう本が出て、うん、これ皆さんねぜひ、メディアをやって言論の自由とかね、来週から見るの自由論やりますけど、そういうことやる人は読んでほしいんだけど、パノプティコンってね、うん、いう言葉があって、まあ、これはね調べてください後で、うん、
僕なんか美味しそうなお菓子がすいませんパナポティコン一つとかでいいですそうそうそうあの僕ね大学院の試験でこれ出ましたよあの社会学でパナポティコン説明どういう意味ですかパナポティコンだからちょっと調べさせようかなああそうですね、あのちょっと調べておいてお菓子の、お菓子の名前ではないですそうそうだから逆パナポティコン社会が到来しちゃってるからちょっとどうなのっていうことですよねだからさっき言った通りいや子供が心配だからあるいはうちの娘が心配だからあのカメラいっぱいつけてくれ、うん、っていうのはある意味ね、はい、正しい反応なんですが、はい、そのつける側のインセンティブは実はお宅の娘さん息子さんを守るためにつけないよっていうことかもしれないよね、うん、だそうじゃなくてあなたを見張りたいから、うんね、社会全体を見張りたいからっていうことかもしれない、うん、でもそうするといやオリンピックがあるからとかっていう文化装置が出てくるんですね、うん、でこれはロンドンの時にイギリスがやってるんですよロンドン五輪の時にはイギリスものすごいカメラロンドンね、うん、ロンドンものすごいカメラあるからねだからいやロンドンはあれだけカメラつけて犯罪減りましたよだからつけましょうとかになった時にこのつけたいつけたくないの対立ってねなかなかこれ難しいよ、うん、我々は自由を、ね、謳歌する権利があるからあのカメラは嫌ですっていう権利の方がなんとなく正しそうなんだが、うん、正しそうなんだけどもいやでも実際テロとかいろいろ考えたらどうなんだろうとかね、なってくるとこれ難しいですよね、うん、実際本当にクアラルンプールであの北朝鮮の後ろから抱きついてこう殺すっていうシーンもいろんな角度から残ってるわけですね、うん、で逃げ込む気分悪くなって逃げ込んでいくところも撮られてるしだからそういったものがあるからいいところもあるしでもそれがあるから完璧に証拠かっていうのもちょっと疑り深いと目で見れば、うん、もしかすると CG で作ってそこのカメラのところに流す込むことができれば偽装だってやろうと思えばできるんですよね、うんだからそういうのも含めてなんかそのカメラで監視してるからで事実っていうのはそのいろんな人から見てる方向で事実って異なってくるんですよ、うん、真実は一つかも分かんないですけども例えば戦争が起きた時に仕掛けられてる側の国と仕掛けた国の論調は全然事実が違うわけです、うん、同じ一個の真実の見方でもこっちから見てるのと向こうから見てるのとは全然違うやっぱりそこのところは、ね、まずはメディア論を考えた時には何でも疑ってかかる、うん、エビデンスがないまでは信じないっていうのが、うん、で自分はああそうだかわいそうだから拡散しようと思って拡散お願いします拡散拡散ってやるのは自分はデマを加担する方に回っちゃうかもしれないいつしかそれもやっぱり自分でまず何か疑ってみることがすごく大事だと、うん、あの18歳のねあの今ここにいる人たちはもうほとんど20歳超えてるんでいいと思うんですけど、はい、あの選挙年齢が18歳になった時に、はいはい、あの大学教員はね結構みんなバタついて、はい、あの例えばねその18歳でも大学って一緒にこう授業しますよね、はいはいはい、で20歳の人と18歳の人がいると、はい、一方は選挙権あって一方は選挙権ないですよ、ね、ああそうですねそうですねでその状態の中 で、ねうん、例えばあ僕あの選挙委員会を問い合わせたんですけども、うん、選挙管理委員会が、はいはい、あの例えばその選挙活動の中で誰かの発言、うん、その政治家のキャンディデートの発言を18歳の人がリツイートしたらね、うん、これってそのね法律違反になるのかと、はいはいはい、で、まあ、結論書いて分かんないんです、うん、誰も、うん、だからそれ難しいですよね、うん、あの法律でリツイートしたらどうのこうのないですからねそこまで言及されてないのでそうだからそういうのってこう難しいなと思っていて、うんうん、例えばねあのもっと言うと昔はおおらかな時代はね、はい、18歳の人がいて20歳の人がいて、はい、飲み会先生やりましょうよ、はい、どうやろうやろう、はい、みんな飲めっていう、ねはい、僕らの時代はそうだったけれども、ね、今どうなんだろう専任の先生に聞いてみますけど、うん、多分ね意外と大変なんじゃないかないや今多分18歳は絶対飲んじゃダメ、まずいよね、教員が同席してたらまずいですよね大事ですねそうですよね、はい、だからそのじゃあだったらね18歳まで飲酒年齢をね、はい、下げてくれれば、はい、現場の混乱はそうですね、ないわけですよ ね、 すねだからなんかそういうのも含めて、うん、っていうことかな、うん、だからやっぱり法律ってだんだん解釈が変わってくるとかいっぱいあって僕メルカリ大好きなんですけどもメルカリでほらお金が出金、うんうん、出品されてて、うん、1万円が1万2千円で売られてるのに落札されてるっていうのがあるわけです、うん、それ分かりますよね仕組みは、うん、クレジットカードで、上限まで使っちゃってて借りれないんだけども購買の枠があるから1万2千円で買っても1万円が手に入れば支払いは1ヶ月後なんで利息がつくよりはそのお金がまだ回せるっていうところでの人が買うわけです、うんうんうん、今度1万円がメルカリはさすがにダメだな、うん、でも
これって切手やら古銭の商売と一緒なんですよね。でも、うん、今使われてる現金が1万2000円で売られて成り立つっていうプラットフォームはなかったから、今まで規制がなかった、うんうんうん、それが今度は面白いのはパチンコの景品になったんですよ。パチンコの景品の IC タグのチップ付きのやつが出品されたんですね。でメルカリ側は、あ、そういうこと。そうです、換金される可能性のあるものは出品しちゃダメなんで、なんかパスモとかも出てましたよね。そうです、もう次から次へと。そうなってきた時に、ね、過去の法律が意味なくて、で面白いのはパチンコの景品は換金できないからこそ景品になったわけです、うん、これが換金性の可能性があるんだという判断をされてしまうとパチンコは合法じゃなくなってくるわけです。要するに換金性のあるものを渡してるんだみたいな、うん、たまたま今はパチンコの景品はたまたま好きで買ってくださるセンターがあることの立て付けになってるわけで、うん、あれはパチンコの景品を交換してくれる交換所とはどこにも書いてないわけです、うん、なぜかって交換所じゃないから。大丈夫ですか。いや大丈夫です。これはね、多分これからの法律の建前がやっぱり回りくどい立て付けになってて、なんかこううまくこう法律の中に収まる立て付けになっているんですけども、新たなプラットフォームが出てくるとその立て付けがガタガタ揺らぎ始めるんです、うん、本当にゼロか1かできちっと分けないと、これは売っていいもの、売ってはダメなもの、個人でやるから消費税かからないから、消費税かかってたら土地の売買すると消費税分が上がるから、みんな個人になって土地売買した方がいいわけ。みんな個人が不動産取引鑑定士の取ってやったら不動産潰れちゃうわけですよ。個人のやつだって消費税がこれ 8% かからなければ 8% 安いわけですから、うん、だからそういう立て付けがどんどんこれからは変わってくるし、ビジネスルールも日本も変わってくるだろうし、うん、例えば僕はまあね、クアラルンプール行こうとしている一つの理由は、ウーバーとか、ウーバーって分かりますよね、あの車のタクシーの。でも日本だとウーバーは禁止なんです、白タクになるんで。白タクっていう個人が勝手に車を乗り回すと道路車両運送法違反になるんです、ね、とか、あとは、Airbnb っていうところも、これは民泊と言われるんですけども、ホテル用じゃなくて自分の部屋を貸すっていうところ、これは日本では民泊のルールはできるんですけども、180日までみたいに決まったりとか、そういうのにどんどん変わってきてます。ただその規制があって何も発達しない。フィンテックもルール規制緩和だけれども、僕エストニア の, その電子市民っていうのに登録してるんですけども、それでできることってすごいバラいっぱいあるんですよね。それが日本はその昔のルールによって何もできなかったりとか、オリンピックまでには何とかしましょうって、あとまだ3年もかかるんです。だったらアジアとかクアラルンプールとか行くと配車サービスバンバン飛んでるし、 Airbnb でどんどん安いホテルが見つかるし、だって空港からタクシー呼ばずに Airbnb とそれにサービスを使ってプロのサービス一切受けないで家も住めるし、荷物も預けられるし、で観光ガイドもしてくれる。プロのサービス誰も一切使わないと原価でいろんなことができるわけですよね。そのサービスはすごくやっぱり変わってくると思います。そうですよね。だからビジネスのプロフェッショナルって何なんだろうとか、アマチュアリズムって何なんだろう。今まではプロはすごい、アマチュアはすごくない、でもアマチュアの方がすごい、プロよりすごいアマチュアが出てきたりとか。いやいや、もう完全に、だからアジア行ってね、 Airbnb 使うと完全にそうで、東京だとまだいいのかな、なんかこうタクシーの運転手さんがね、機嫌悪かったりすると気使う時あるじゃないですか、はいはい、お金かか、はい、払ってるのにね、はい、でもエアビーの人たちってみんな俺評価を気にするから、はいはい、僕なんかいつもね、あの、はい、星5つつけるからって言うと、はい、もうすごい上機嫌でね、はい、なんかサーがついちゃったりするわけなのにあのそっちの方が気持ちいいですよね、はい、でアジアに行くとタクシー乗り場に来るとぼったくられるんですよ、わ、うん、かります、うん、タクシー乗りはぼったくられるんですけども、ウーバーの人ぼったくれないから。そうね、これはじゃあ素人の方がセキュリティ高いじゃないみたいな、うん、空港で泊まってる人の方がぼったくられるタクシーで、まあアジアでぼったくられてもたかだか知れてるっていうのがあっても、やっぱり気持ちはいいもんじゃないですか。そうですね、日本人としてはね、やっぱりそこがやっぱり社会が変わりつつある。そうですね、だからね、最初に言ったようにインターネットの本当の姿が変わってくるのは、僕は一つはそのプロフェッショナルとアマチュアの領域を変えちゃうんじゃないかな、うん、プロだから、昔のプロはスキルを持ってる、なんか装置を持ってる装置産業とか、あの会社で工場を持ってるからプロ、うん、
みたいな装置産業、例えばカメラもそうですね、うん、昔のカメラマンっていうのはいいカメラを持ってる、機材を持ってる、照明を持ってる、でも今だんだんスマホでもこんなでっかいカメラ持ってこないといい綺麗な写真撮れるわけで、ね、今ファーウェイのやつなんてもうパッと写真撮ると女の子がむちゃくちゃ綺麗になってますもんね、自分だけ顔が綺麗な登録してて、そういうやつね、はい、だからそう考えたらプロよりも自分の方が綺麗な写真撮れるんだったらプロに撮ってもらう必要性なくなってきた、そうですね、そうなってきた時に本当にどんどんやっぱり社会が変わっていく、うん、プロの何々屋さんっていう言葉もなくなってくるでしょうし、今本当にね、量販店何屋さんっていうの、量販店、カメラ量販店とかで何でも売ってますよ、うん、デパートも昔は百貨店がすごかったのに、うん、今百貨店わざわざ行く必要ほとんどないですよ、ね、うん、なんかそろそろあのヨドバシカメラっていうのもね、はい、ビッグカメラとか、はい、カメラって何みたいな、そうそう名前変えた方がそろそろいいんじゃないですかね、そうそう、スマートフォンのフォンって何、そうそうそう、電話使わないんですけどみたいなね、音声で喋ったことほとんどないですよ、うん、そういうことになりますよね、それも変わってきますよね、うん、神田さんをね、呼んでお話、呼んでというか、いえいえ来ていただいてお話を聞いていただいた理由ね、これレポートを皆さん来週書くにあたってなんですけど、2点あって、1つはその早めに気づくアンテナっていうのかな、要するに例えば KNN.com っていうのを持っていたと、でさっき言ったジャパンオルグとかね、何でしたっけ、はい、ビートルズ.com とか、はい、それを取っちゃう先にね、でそれはひょっとしたらね、まあ、KNN.com も相当な、あんまり言っちゃいけないんですよね、まあ、相当な値段で売れたんですよ、だから今 KNN.tv でしたっけ、はい、になってますけれども、まあ、大変な値段で売れた、で要するにそういうことを、あ、これって将来価値が出るだろうな、多分僕の感覚だと神田さんって5年から8年ぐらい早い感じがするんです、早すぎちゃう、でもそれって重要よねっていうことですね、先に気づく、だって気づいてるだけでいいんだから、だから神田さんなんて毎日気づいたことをブログにしてるだけで、あの生活ねブログだってね、まあ、でもマレーシアだったら生活できますからね、十分、そうですよね、はい、そうなんですよ、そうですよ、うん、日本のブログでお金で稼いでる分をね、東南アジアに持っていけば3倍ね、400万の年収が1200万に上がっちゃって、そうね、同じ家賃払って、ね、6倍広いマンションになりますからね、そう、広いですよね、そのマンションマンションとか、皆さんだって多分今の収入で、はい、アルバイトとかの収入でいいとこ住めるよ、はい、今一人住まいの人います？家賃いくらぐらいですか？7万なでしょ、僕のマレーシア3万円ですよ、でジャグジーとサウナと、カードルームとビリヤードと24時間 の, テレあの日本のテレビ全部見れる楽々テレビあって、もうすごいですよ、だから全然ね、3万円でそんな生活できると7万円払ってるのもったいなみたいな、そうなんだよ、あるわけですよ、ね、だから そこね、そこの気づきの部分ですね、でそれを別になんかすごい勉強したから気づくっていうんじゃないんで、ね、そう要するに感覚だから、やっぱりその感覚を養ってもらいたいっていうのが一つと、それからもう一つ言ったメディアリテラシーね、これはもうずっとこのゼミでも最初から言ってますけれども、そのある情報がをちゃんと批判的に読み解くということがものすごく重要です、でこの2点ですね、で神田さんはなんかこううわーってそうトピックになったね、問題があったとするとね、必ずそれに批判的にそれを読み解いて、これはどうな合ってるかどうかは分かんないですよ、さっきの例えば今回のコンピューターウイルスが世界中やられちゃったって話でも、ひょっとしたらねこれはマイクロソフトの自作自演なんじゃないかとか考えてみる、うん、っていうことが重要、その言われてることが本当かどうかなんて分かんないわけだから、少なくとも僕のパソコンは引っかかってないし、ね、分かんないわけだから、本当かなって疑って自分の知識と経験を総動員して、あるいは今 Google 使えば何でもね、新しい知識が一瞬で入ってくるわけだから、それで必ず批判的に読み解くメディアリテラシー、この2点があればね、なんか僕は長い間神田さん見てて、あ、世の中生きていけるんだなって思ったんですね、逆にこの2点のうちどっちかが欠けても生きていけない可能性がしますね、うんうん、全部例えばワイドショーが言ってることを全部信じて、まあ、別にワイドショーが悪いわけじゃないんだけど、全部信じてたらやっぱり世の中生きていけないんですよね、だからそのために皆さん大学来てるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、うんうん、だからなんかね、メディアの情報で右往左往される人っているじゃないですか、
でもメディアの情報で右往左往する時点で、メディアが流してる時点でもう何時間も前にその情報を聞いて作ってる人は同時にいっぱいいるわけなんで、右往左往したところで遅いわけですね、うん、例えば最近僕、ちょっと待って、神田さんもう時間がない。ああ、そうです。いい、どうぞ。なんか質問、 YouTube 出たい人出たい人大丈夫、なんかない、ちょっと聞いときたいなと。まあ、あるいはもう有名人なんで KNN 神田で検索すればいくらでも直接コメント入れられますから、あのいいと思いますので、後ほどインターネットでコミュニケーション取るといいですかね。そうですね、はい、はい、じゃあ、今日この辺で終わりにしたいと思います、はい、これ締め何かありましたか。あ、特にないです、まあ、はい、いいかな、はい、じゃあ今日お疲れ様でした。終わりのベルです、ね、終わりのベル、はいはいはい、はい、ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。学校っぽいですね。学校だな、これ。学校っぽい。今日学校っぽかったです。はい、じゃあ。